はい、皆さんこんにちは、ちでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート75をやっていきたいと思いますね。メルキドの街を探しましょうということで、こっち多分間違えてるんですけど、ちょっと地図を埋めたいので、あ、来たね、吹雪の杖使っちゃいましょう。もう一回戻って、一か槌の杖で中尾さん攻撃、そうだね、中尾さんも来た。おっと、あ、いやいや、イオラのあっちの方がいいね。単発の攻撃力が上かな、物理のね。はい、金、うんうんうん、いや、道具で、そうだね、稲妻の剣、下構わない、稲妻の剣はいいね。魔封じ魔王の影ね。で、中尾さんが、キメラかな。魔法トラはする必要ないんで、眠りかましますか。あー、すぐに眠ってくれるね。この悪魔の影に、魔王の影には効くんだよね。悪魔の影って言っちゃった。結構、当たってくれるんですよね。じゃあ、キメラ、中井さんちょっとそくことないんで、あ、エフェクトがかっこいい。吹雪の剣ね、今エフェクト変わりましたよね。ちょっと道具を整理しましょう。刃のブーメラン、あー、でも例のあれがあるとね。あ、薬草置いとこっか。あ、おしゃぶりだけだね。袋に持っていくのね。で、中子さん、うさ耳バンドいらないね。よいしょ。で、そう、闇のランプももういらないか。いらないね。袋に入れておきましょう。もうここずっと闇だからね。ユーモアの本、渡す。でも、10万も持ってるしね。こんなもんかな。で、あら、中尾さんは、あ、渡す。オリハルコン一応持っとくか、使うことないでしょうけど。小さな指で弾いた。わっ、おメダルは中尾に当たってしまった。中尾は照れながらメダルを拾った。へえ、そんな演出あるのね。かゆいところに手が届いてますね。さて、先に攻撃されましたけど、お、痛いね、それなりに。さあ、吹雪の剣で、さばき、いや、さばき、あ、イカズチだね。中尾さん、中井さんと、あ、眠らしたらよかったね。しまった。はい、で、上、あらら、結構エンカウント率は高いね。さあ、道具でね、やっぱりこの稲妻の剣は外せません。魔封じで魔王の影。で、中尾さんが魔王の影。そうだね、あとは、攻撃だね。で、中尾さん、なもんだね、おお、2人出ちゃったね。こっちの上は何もなし。メルキドだね。メルキドに行かないと。はあ、あー、そうね、方角的に合ってるね。ひょっとするとあれかな。はい、道具で、しかじ
レベル上がりましたね。久しぶりですね。中子さんレベル36に上がりましたね。ヒットポイントが6。はい。あ、そうでもないね。あ、バギークロス。いや、早くザオリコ教え覚えてほしいんですけどね。バギークロスか。まあ、攻撃ですね。あ、いや、稲妻。イカズチ。で、こうかな。あ、眠らさなかった。まあ、いいか。さあ、メルキドね。あ、でもメルキド行く前に、船だよ。あ、船じゃ、笛だよね、多分ね。多分、笛、あ、まあ、これ普通に行っちゃうか。中尾さん強くなったね、本当に。で、あ、橋渡んね。今、右に橋あったんでね。そうだね。おっとっと。稲妻、マフジ、そうだね。さあ、ひょっとするとまた船に乗らないといけないかもしれないですね。やっぱ稲妻の剣本当に離せないね。これは、うん、でキメラで、で中江さん、一応眠らす念のためね。はい、じゃあ渡っていって、うわぁ、どうしようかな。で、そうだね、もうバイキングかな。あ、ちょっと待てよ。あ、しまった、やっちゃった。まあ、いっか。まあ、いっか、吹雪の剣聞こうかなと思っちゃったんだけど。ああ、まあでもいっか。まだ新しい敵出てこないですね。これは眠らないよね。眠らないよね。眠った。あ、眠ったは使えるのね。ああ、これでノーダメージできるとは思わなかったね。ラッキーですね。で、あ、橋が2つ目。稲妻。で、窓ハンド。強いですね。で、ここでどうなの？どっちも行けそうなんだよね。橋の方行ってみましょうか。ドラクエって橋渡ると敵強くなるっていうのがあったと思うんですけど、いいか、どっちね。上がりましたね。中江さんもうレベル37まで来ましたね。ひとまず3だけ。あ、でも素早さ、運の良さね。あ、もう一個上のやつが5上がってましたね。魔法まだ覚えない。レベル40ぐらいまでか。
目指すとすれば、これはこれでいいかな。あ、明治キメラ出てきたわ。あ、キメラと思い込んでましたね。スライムベース220当たりましたね。お、ここら、あ、しまだトラマナ唱えた方がいいかな。お、ちゃんと背景が毒になってますね。あらあらららら、ちょっと舐めすぎてましたね、敵さんをね。中江さん、トラマナ、これは何？あ、イルフだね。あ、それさっきも言ったけどね、人間は嫌いだけどオルテカは好きよ、きっと大魔王を倒してくれるわ。おー、なんか嫌な感じが。あ、よかった。で、お、すごいね。私はその昔ルビス様にお仕えしていた妖精です。そしてあの6月、あの日6月6日ルビス様に代わりアッチに呼びかけたも、この あなたあ、そうなんだ。あ、そうか、これ6月6日っていうのは私誕生日で6月6日してるのね。一瞬なんか絡む日かなと思っちゃった。この私、あの時は随分と失礼なこと言ったかもしれません。許してください。あ、かなり失礼なこと言われたね、私。もうあなたなんか人を見下してるわね、みたいなこと言われましたよね。だけども実はあなたが見下されてるのよ、みたいなね。あなたのそんなことをみんな知ってるのよ、という感じで言われましたよね。しかしアチェはついにここまで来てくれました。私の思いを込め、あなたにこの雨雲の杖でいいのかな、授けましょう。はい。どうかルビス様のためにもこの世界をお救いくださいまし。ってルビス様って誰？困ったなぁ。出た、2個。どこ？全然分かんなかったんだけど、もう一回。上じゃないね。あ、このちょうどど真ん中。はい、小さなメダルで、今度この下だろうね。あ、お、え、どこにあんだい、もう一個。あ、ここか。銀のロザリオ、銀のロザリオ持ってたよね。そんなすごい武器じゃなかったと、あ、武器というか装備じゃなかったと思うんだけど、あ、そうでもない、そうでもないんですが、これ性格変わるんだよね。やめときましょう。確かにね。あ、そっか、銀のロザリオ渡しときましょう。確かね、性格変わったと思うんで、じゃあもうここはいいか。いや、長子さんじゃなくてトラマラね。あ、あ、おお、こっちは何もないのね。一応橋まで行きますか。キメラ、今度はキメラね。キメラなんで普通に攻撃しましょっかと。あっさりいけてしまいましたね。一応調べる。何も見つかんないですね。もう一回トラマナいるかな。はい、キメラね、同じパターンですね。あ、食らってないね。あ、トラマナだいぶしばらくいけるんですね。おっと、明治キミラですね。これこそ稲妻、あ、いやいやいや、稲妻じゃなくていいね、吹雪でいいわ。で、魔封じで、眠らせです。眠ないか。微妙だね。
お、ベホマとないのね。あ、そうか。で、戻ってメルキードかな。おっと、スカルゴン、ちょっと骨骨だね。どうしようかな。こういう場合は稲妻で行くべきか。で、中子さんが雷槌、あんまり見ないかもしれないけどね。で、スカルゴン、メラミスカルゴンぐらいにしとこうかな。うん、そうね、このまま分じゃレベル40、あ、40いけばなんかあるよね、きっとね。覚えきってくれんじゃない。魔法ね、稲妻、イカズチ、マドハンドだね。一応残すとやらしいかね。で、どう眠りの杖、稲妻の剣を使って、もう中子さんを普通に行っちゃおっか。どうしよう。イオラでも止めとくか。あ、倒せちゃった。ほいほい。あ、ダーソリカントね。吹雪ね。で、イカズチね。で、中尾さん。で、眠らせですね。もうそのまま行きましょう。じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうかね。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね。パート、これ75ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。